コンコン、キツネさん。大手芸能プロダクションにいます。はいはい。今日そこをちょっと探検したいなと思って。おお。マブ呼んでます。マブとはあの方ですか？マブ呼んでます。マブ呼んでいいですか？僕の。はい。マブお願いします。いつもいますよ。はい、いつもいます。お名前が何て言ってる？あ、忘れちまったか。俺だよ、俺。ハンバーグだよ。ハンバーグ。受付の人ナンパしだしたらもうなんか本当にダメ。本当にダメですわ。綺麗な方でね、こんなこと言うのなんだけど、俺がいつも来るとちょっとポッとこう分からない。マジっすか？僕の時全然ですわ。いいでしょ。今日ホリプロ探検しましょうよ。ホリプロ探検したいね。確かに自分の事務所の、はい、なんていうのオフィスしか行ったことないよ。正直他のフロアは行ったことない。行きましょうよ、ブラブラ。なんか多分いろんな人に会えそうな気がしません？だって前回ここで撮影した時、うん、それこそ社長、あ、そっか、アリコンさん。アリコンさん社長。ダメダメ、アリコンさん NG だ。さっき言ってた。守りも顧問も NG。ダメですよ、今。テスラ止まってたよ。テスラ。もしかしたら、いるかもしれない。そう。気をつけないよ。いや、本当そうなんですよ。中尾くんなんて今、幸せの象徴なんだから。もうね。カレーの CM 出てさ、はい、あれ、なんて叫んでるさ、今。エコおいしいです。あれ、ハンバーグ意識してるでしょ。これは思ってたのよ。エコおいしいってあの言い方、ハンバーグの言い方じゃん。絶対影響されてるわと思って。こっちがさ、ハンバーグをなんかさ、牛耳ってるみたいな思ってるでしょ。そっちカレーやりだしたね。やりましたよ。カレーハンバーグでちょっとコラボしたいもんだよ。ぜひハウスさんよろしくお願いします。じゃあ行きますよ、もういろいろ。まずはもう、じゃあ5階行きましょう。もう5階？5階ですよ。5階だね。5階です。え、さらに受付あるじゃん。初めてですか、ここ。初めてだよ。え、何？初？初初。お願いします。何？怖い怖い怖い。え、何ここ。おおおおおお、ちょっと待って。いる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 。おはようございます。新しいね。新しいね。じゃない、本当です、本当です。わざとらしいね。あれ、ちょっと社長いるじゃん。社長。嘘、社長、社長フロアなの？社長フロアです。え、待ってていただいたの？そうです。あららららら、ちょっと師匠が遅刻するから。遅刻じゃないよ。社長だけはもう先にお願いしてたんですよ、僕。ちょっとじゃ仕事がおしゃれ。遅刻するんですよ。失礼します。めちゃくちゃ言ってる。本当に遅刻するんです。人騙しで。あ、吉高さん、違います。自己紹介させてください。俺だよ、俺。ハンバーグだよ。ハンバーグ。はい。だなー。この距離で喋るなんて、なんか久しくないですよね。そうだね、なんか入り口ですれ違ったことぐらいよ。何年かぶりだった。いや、これ思い出したぞ。これ、この部屋来てるわ。あ、来てるよ、そうそう、離婚の時に。あー、ここだ。ここだ。何してんすか、ここで。ここだ。そう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 。ここで。俺と当時のチーフマネージャーと吉高さんと、これプロコムの方の社長と4人でどうするって話をしたわ。そうだよ。じゃあそういうちょっとこう、何かトラブルが起きた時のトラブルなんだ。トラブル部屋よ、ここ。トラブルルーム。どういう意識でもなんか。いや、そんなことないけど。普段はそんなことばっかりやってないのよ。トラブルルームじゃないんですよ。トラブルルームですよ。テレビ局の人が、ことレギュラーお願いしますとかっていうのを全部。え、社長部屋だよ、密談部屋。社長って何してるんですか。純粋な質問ね。社長って何するんだろうってすごい思うんですよ。大手ホリプロ芸能事務所ね、はい、老舗の社長って何してんだろうって多分思ってると思うんですよ。コロナになってからね、ほとんど何もやってないね。出かけられないさ。まあ確かに、まあたまに来るけど。そうか。だからこの間までは本当に役所行ったり、大臣のとこ行ったり、総理大臣のとこ行ったりって、なんとか芸能人菅さんのとこ行ったよ。麻生さんのとこも行ったし、あ、エンタメを
そうそうそう、もうエンタメ全体をなんとかしたいっていうことで、そればっかり。それで助成金をどうにかとかそういうお話し合いするんですか。はぁー、すごい、すごいね。井戸田の離婚話がちょっと小さく見えるね。過去これが一番しんどかったスキャンダルってなんですか。本当だね、でもね、悪いことって忘れちゃうんだよね。優しい。ただあの青木氏がやんちゃしてたね、若い頃なんかなんかやばそうだなと思った時に、ね、もう現場のマネージャーに怒られ、チーフには怒られ、部長に怒られ、役員に怒られ、もう言うことなくなっちゃうよ。一応呼んで、みんなに怒られたでしょと俺にも怒られたって言って帰りなさい。プレステくれました、その時。しばらく家でおとなしくしとけって言ってプレステをもらって、ありがとうございます。金髪出たりとか、木村さんの弟やったりとか、ある時まですごい楽しかったと思うんだけど、すごいつまらなくなっちゃった時もあると思うの、無理やりやったりとか。だからまあ普通の人が見ててなんか笑ってるだけでこっちも笑っちゃう感じが、幸せを運ぶ人なのよ。なんていうんですかね、存在自体がまず幸せな感じになるというか、そう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 、人間味がそこに集約してますよね。だからそれに対する反発もある時に何か起こるわけよね。まあそうですね、そういう時期もありましたね。何したの。何もしてない、ちょっとまあほら何もせずに謹慎にはならない。謹慎じゃないで、あそれで女関係って、女関係って、これですか。違う違う、どれだどうでしょう、これ本当に相性が良くて、2人どっかで始まらないですかね、吉高さんの一声で秋吉どうだろう。二人のそのさ、これは相乗効果があるかどうかわかんないけどさ、カレーは食ってるしさ、出前はしてるしさ、ちゃんと仕事は広がってる。すごい見てる。嬉しいね。僕らがじゃあ仮にね、映画とかになった時は、映画作りたいって言ってたじゃないですか。作りたいよ。芝居がね、ダメだ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 、師匠が連発して、セコドン見てない。見た見たけどね、師匠が出てくるとね、良かったちょっと笑っちゃうもんね。ちょっとやっぱりコント集が入ってる。熱い熱い熱い、コント集、大河ドラマにコント集持ち込むわけないコントしてたんですか。違うよ、もうね、表情がね、もうなんとかしなきゃって顔なのそれ以来お芝居の話は聞けないです。1個もらえます。そういうのにハマる人は来るのよ、次々。あ芸人さんでもそうですよね。俺見た時は2回ぐらい見てた、これ来ねえなダメだな、ダメだろうな、このコント集はっていう。ちょっと待って、師匠帰ろう。もういられない、もう急にいられない。もうダメだっすね。じゃあやっぱ芸人さんとして、まあ言ったな、そう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 、僕らも深夜の番組目指して頑張りましょう。まずは頑張ってください。ありがとうございます。すみません、お忙しいとこ。ありがとうございました。あそこ入って本当急に思い出したわ、いろいろ。コントシューズ入りました。あそこはカットしてな。いや、あそこ使いますよ。コントシュー。あんなダメだよ。大河ドラマ出てコントシュー出してたなんてカットだよ。あれ、わなちゃん。あれ僕のマネージャー経験もあるホリプロの、はい、何部ですか。人事部の和田です。和田さん、人事部。人事部、はい、採用担当してます。あ、社員さんとかの。そうです。はあ、マネージャーは関係ないですね。じゃあどういうこと。マネージャーの人事部は関係ない。じゃあちゃんと職にして、元々マネージャーさんの。そうですよ。そうだっけ。あれ請求書。請求書。この関係性相当近いね。新入社員で一番最初にそのついた先輩が担当してたのが秋吉で、うん、もう17年前かな。17年前かって、今人事やられてて。そうなんです。牛尻かけてるじゃないですか。え、牛尻かけてるじゃないですか。気づいちゃいました。気づいちゃいました。ノリが軽い。ノリ軽いな。いっぱい来るんですか、募集したら。ありがたいことに。何人ぐらい来るんですか、マネージャーさんとかって。あのマネージャーじゃなくて、ホリプロってさ、マネージャーもいるけど舞台の制作とか映像の制作してる人もいて、はいはい、その人たちを総合職って言って、ホリプロの中で何か仕事をする人として募集をするの。それに
まあ、ものすごい感じ。エントリーは1万人、まあ、1万人それで入り口で気になるなって言ってポチってしてくれる方が1万人の中で入ったさ、あそこにいる石橋なんかは1万人から勝ち取った彼は社員ってことですよね。あ、彼は長くなるの最近よく、まあ、現場を、まあ、彼も同じチームでやってて来てくれるんですけど、すごい超エリートだよ。だからすいません、なんかじゃあもしこの中で例えば僕コメントでも、うん、ちょもう飽きてます興味ないですよ。社長のとこ行ってセゴドンの芝居がコントの集がすごかったってダメ出しをされてそれはキレって言ったの、その方向キレっていう方向にしたの。落ち込んでるからすいません。いやでもこれコメントにマネージャーになりたいですどうしたらいいんですかとか結構来るんですよ、うん、SNS にどういう人を採用されるんですか。今求めてるのはやっぱりこう、うん、秋吉がこうやって YouTube やってるみたいに私が担当してる時はこんなことがあるなんて思ってなかったわけです。時代的にね。そうですよね、うん、なのでやっぱりこうエンタメ業界って大変革期じゃないですか、うん、なのでこの大変革期を自分が変えていくんだみたいな、あ、自分が新しいエンタメ業界作っていくんだみたいな思いがある人。あ、じゃあそういうのを熱弁できる人、はい、だからもう受動的じゃなくて能動的に動ける人がいいと思うね。はい、まさにその通り。いっぱいね採用はじゃあ応募してくれと、まあ、そういう動画なんですね。すいません、新たな才能をお待ちしておりますので、秋吉と井戸田をハンバーグ賞ぜひ売りたいなっていう方お待ちしてます。ちょっとコント集ありますけどねそれはカットなのね本当にカットしないじゃあありがとうございます。マジで回ってきますよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。仲いい会社で楽しいですね。ちょっとなんかどっか入ってますよ。誰と入ってるさ、ここは、はい、はい、なんか閉まってるの誰で見てるんですか。行ってみましょう。え、行ってみましょう。どうぞ。はい、お邪魔します。おはようございます。誰がいますか。あれアッキーよ。アッキーよ。綺麗な男。綺麗な男の。すみません。あれ、おはようございます。はい、こちらです。よろしくお願いします。俺だよ、俺ハンバーグだよ。ハンバーグ10、いい子確定。いい子ですね。みんな返さないけど。いや、一番歴代長くついてくれたマネージャーさん。ああ、そうなんだ。はい。すみません、白石君。白石さん。で、最近出世しました。はい。変な動画だな。そう。何から何に出世されたんですか。現場マネージャーからチーフというか副部長というちょっと立場にさせていただいて。副部長、はい、何人束ねてるんですか。25人一大勢力。いや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 、ベタレこれは、まあ、今一番上司の。そうなんだ。で、ウルトラマンリガー、トリガーです。トリガーかと、遠慮すれた。え、の何の役。僕は男2番手というか、やらしい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 。そんな言い方ダメよ。後で言われると思う。僕は男2番手です。そんな言い方ダメや。でももう変われて、いやいいんだけどね。だからこれは多分社内とか関係者しか見ないやつだから。これはいい。どこにだ、男2番手。すいません、マネージャー営業しよう。これはプロデューサーさんの世間の人はこんな番手で見てないから。かわいい、このまま見ちゃった。金子くんおいくつ。21。プロデューサー。21。ああそう。178cm、神奈川県出身、特技サッカー、ウルトラマンでは、あ、君男2番手だね。これは来るよ。で、なんで芸能界決まってくるんですよね。はい、こういうちょっと待って。なんすか。なんすか。これもまた社内のちょっと見ない。見ない方がいい。見ない方がいい。ポリプロネクスと美男子図鑑っていうのがあるらしい。どうやら。ポリプロネクスと美男子図鑑。うん、はいはい。でこれからのポリプロの美男子を、はい、売っていこうっていうやつの。なるほど。表紙。今のポリプロにはこれだけ美男子がいますよっていう表紙をライトバン。はい。載ってないです。そうだな。
もう帰ろう。もうなんだよ、これ誰が作ったの？え、作ったんですよね。いや、デザイナーさんに作った。はい。あ、この人たちが今ピラミッドの頂点なんだ。あ、そう。ネクスト。あ、トリプロネクスト。この次のネクスト。ネクストじゃないじゃん。違う違う、この人たちのネクストを探す。ああ。俺のネクストは探さない。ああ、はいはい。はい、もういいです。あ、そういうことですね。面白い回だな。いやー、楽しいですね。ちょっとじゃあ、アピールしてったら、これ中尾くんのチャンネルの。いや、一応そうなんですよ。僕、50万人ぐらいは、一応、すごいでしょ。チャンネル登録していただいてるんで。チャンネル登録者数が50万人ぐらい。はい、どうぞ。はい、ウルトラマントリガー2000中の、金子俊也です。ちなみに、主役ではないんですけど、一応男2番手として。よろしくお願いします。バラエティー姉ちゃん、バラエティーの仕事姉ちゃん、なんで男2番手はいい、バラエティーが見えちゃうから。ありがとうございます。ありがとうございます。今ので一番印象に残ってるのは男2番手なんです。でもやっぱりお前のこと大事に思ってるから一生幸せにする。男性何番手？一応男性一番手？知らないです。知らないです。すごいです。面白そう。面白そう。な中尾さんさん秋吉さんさんキツネさんさん、な中尾さんさん秋吉さんさんキツネさんさん、キツネさん。